きチャンネル。部長。こんにちは。さあ、最終回です。もう最後ですか。オリンピックど真ん中の中で、はい、トレードに出した方がいい選手を挙げて、8月末までのトレード期間で、はい、皆さんどうですかっていうね、素晴らしい動画です。はい。本当はね、もっと上げたい人いたんですよ。はい。でももうトレードされちゃってるんだよね。言ってましたね。今年、今年結構活発だからね。はい。だからオリンピックで試合がないと動きも止まるから、うん、ほっとするね。そうですね。取ったやつが出すの2週間後で、はいはい、だいぶ進んでますよ、パターンあるからね。いや、そうなんですよね。だいぶ話が遅れちゃってるからね。申し訳ないけどね、うん、でも仕方ない、はい、そんな毎日 YouTube なんて撮れないんですよ。はい。そうですね。結構佐藤さんとなんかもう週何回やってんのとか、いや、聞かれる、言われることありますよね、うん、だから月 2,3 回来た。そうですね。多くて4回ぐらいですよね、本当に。すっごって多くて、まあそうだね、4回。もう何かあって撮らなきゃいけないって、なんか案件とか、うん、あとは袴田チャンネルゲームやんなきゃいけないからとかっていうの で、ね、うん、やってもまあ3いやって4回だね。あ、そうです。週にまあ約1回、うん、スタンダードは 2,3 回だね、はい、下手したら2週間に1回だもんね。そうですね。月2回みたいな。だって前14本撮ったんですから、1回で、うん、そう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 、うん、だってそんなもんめんどくさいやん。そうですね、撮れるうちに撮ったらね。そう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 、うん、さあということで、はい、最終回ソフトバンクとヤクルトです。うん。じゃヤクルトから。ヤクルトから、はい。ヤクルトはですね、はい、この選手です、うん、じゃらららじゃん、はい、坂口。坂口選手ですか。はい、出します。はい。37歳。まあベテランですけど、うん、あれ出てません。今年は 1軍で、はい、3試合10打数0安打です。3試合なんだ。はい。そっか。2軍で3割1分3厘42試合。おお。ヒット35本、ホームラン3本。あ、めっちゃ打ってますね。得点圏打率3割3分3厘、 OPS824。あ、いいですね。はい、盗塁もします。打点もある、はい、最高です。最高ですね、うん、でもよ、うん、もう一軍バカないんです。この成績だったら上がってきてもいい人ですけどね。上がってきても使うとこがないんです。はい、ファースト、はい、オスナ、うん、ライト、うん、サンタナ、はい、センター塩見、うん、レフト青木、うん、で青木が休む時山崎幸太郎、はい、で代打川端、うん、左の川端、右の内川、はい、うん、もう出るとこがないんです。なんか坂口選手って言ったら今もうヤクルトってイメージが、うん、オリックスからね、うん、ヤクルトに来て強くなりましたけど、だって控えはね、荒木、宮本、元山がいて、うん、外野は山崎、渡辺がいて、うん、ちょっともう苦しいのよ。そうですね。でも2軍でそんだけ打ってるってなるともったいないってなりますね。しかも年も年だからもう早く出してあげないと、うん、はい、もうきついのよ、うん、ってなった時に、はい、今すぐ外野とファースト守れるから、うん、はい、今すぐどうにかしたい、うん、どうですか、ソフトバンクとかいいんちゃう。おー、ちょっと怪我人も多いし、ね、そうですね、うん、今結構こうスタメン変わってきてますもんね。何気にソフトバンク坂口とかいいんちゃうかっていう。いいですね、うん、うん、あとはどこかな、まあ、日本はちょっと若手、ね、若返りしてきてるからね、うん、楽天は左がいっぱいいるから、はい、まあ、パ・リーグだとやっぱソフトバンクが一番いいかな。でも日本ハムもやっぱりなんとかまだ追いつけるところにはいるじゃないですか。でもやっぱ若手をそこは来年再来年のことも考えた方がいいから。まあそうか、育てる育成っていうところもあって、ソフトバンクが一番いいかな、うん、パリーグだとね。はい。さすがにオリックスに出戻りはないと思うから、はい、あとセリーグとかだと、うん、中日とかね。おー、これは何気にいいと思うけど、セリーグ同士がね、そうですね、ちょっとなかなかね、オフとかじゃないとね、うん、なかなかないから、はい、あれだけど俺はもう坂口がいいと思う、うん、だって打ってっから2軍でしっかり、はい、うん、そうですね、うん、だし年齢的にもじゃあ来年どうなるかって分かんないから今もうそのままね戦わせてしないと、もうちょっと年齢的にね、うん、結構上に来てるから、はい、俺はもう何気坂口を、はい、もう一花、もう一花でも咲かせられますね今の。咲かせられる、うん、本当にね、うん、ノーヒットノーラン2アウトから打たれた坂口、はい、あ、そうです。しかも2ストライク追い込んでて、うん、あと1球で、うわ、その坂口の、はい、まだ輝き姿を見たいということで、はい、坂口トレード、うん、ね、いいと思います、はい、さあ、はい、最後ソフトバンクです、はい、ソフトバンクはですね、はい、上林です。おー、そこ来たか。上林今年出てきたってなりましたよね。一瞬光った、一瞬光った、うん、はい、でも結果25試合、うん、51打数10安打、1割9分6厘、ホームラン2本。今現在は、うん、もう落ちてしまいましたか。そう、2軍です、うん、もう環境変えようっていうね、うん、ところで
もう多分今のもソフトバンクでも、うん、ちょっと今までの感じと変わらないんで、うんうん、ここはもう一気に環境を変えて、はい、どうですかっていう、うん、そうですね、うん、でも去年ソフトバンクで挙げた正子選手はすごいもんね。そう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 、正子がね、うん、いいって言って、はい、すごい来てるじゃん。そうなんですよね。今上林はね、うん、2軍で2割8分8厘、はい、でホームランが3本、うん、盗塁5個、うん、っていうねところで頑張れてるんで、はい、うん、だまだまだ全然できますもんね。そう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 。いや上林選手は、まあ、もっともっとやってほしいっていう思いはね、うん、ありますよ。でもこのままいても多分もうね変わんないと思う、うん。そうですか。このソフトバンクじゃ、うん、そのソフトバンクがいいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、もうこうねちょっとここ数年ずっと同じような感じだから。ちなみにね、はい、一番輝いたのが2018年、うん、ね、143試合出て、はい、ホームラン22本打点62。うわ稲葉さんにめっちゃ打ち方似てるな、これ一気に上林来るんちゃうかって言ったら、うん、次の年がホームラン11本、うん、で打率が1割9分4厘、はい、だから2割7分からね。でそこからもう2割以下と低迷してきてるんで、うん、ね、ここはもう心機一転、うん、チームを変えて、はい、新たな人と出会って、うん、もう一回花開くように、うん、チャレンジした方が、うん、もうソフトバンクはこのままいても、もうどんどん新しい波に飲み込まれて、うん、ちょっとなかなか苦しくなるんちゃうかっていうね、はい、気持ちも変わりそうですよね、うん、よし心機一転頑張ろうと思えるかもしれないですし、そう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 、だから俺はそれで頑張ってほしいよね、うん、じゃあどのチームにいいですか。いやー どうだろうね。セ・リーグで、うん、でも今ちょっとセ・リーグの外野結構渋滞中だから、ね、そうですよね。どのチームも、でも外野って結構どのチームも渋滞気味ではありますよね。じゃあ渋滞気味でもある、はい、でも若さ考えたら、はい、ここで思い切ってっていう、ね、だから今ちょっともう年齢が上になってるチームとか、うん、そうだね、はい、だからまあ層を厚くするためにはオリックスとかね、うん、そうね、まあ、パ・リーグだけどね、はい、っていうのもあるし、うんうん、あとは、まあ、中日とか、はい、まあ、加藤翔平取ったけどね。そうですね、うん、まあ、ヤクルトとか、はい、ヤクルトがね、ちょっと青木がもう年上がってきてるから、そこでね、若手の頃の上林で、もう坂口も上だからね、そうですね、うん、っていう、その若手でもうちょっとこうね、うん、バランスよくするっていう年齢のね、はい、そうですね、うん、まあ、まだって2年、3年経ってもまだ27歳ですからね。そうそうそう、だからちょっともうちょっと先を見据えてね、うん、っていうところのトレードとしてはいいと思うんだよね、はい、いいですね、うん、まあ、でも欲しいっていうところは絶対あると思いますね。そうそうそう、うん、さあ、ということで、はい、全球団出揃いました、はい、こちらです、全球団、はい、ね、トレードした、トレードしてあげた方がいい選手、はい、どうですかね。どうでしょうね。でもこれ去年もこの企画やったじゃないですか、うん、この名前挙げた中で、うん、次の年そのチームでブレイクしてる選手とか結構いるわけですよ。いるよ。だって去年だったらね、マサゴ、はい、あとウーネンティン、ウーネンティンで堂林、はい、でも藤波選手、藤波もね復活、はい、ちょっと昨日やられちゃったけどね、堂林選手もね、プチブレイクしましたし、うん、っていうところもあるので、うん、なんかまあトレードしなくても活躍する可能性はもちろんあります。もちろんもちろんある。だっていい選手だからね、はい、いいと思ってやったら、だから一番いいのはね、ここからまたそのチームで一軍行くのはいいけど、はい、まあ、なかなか他の選手の金を見ると出番なさそうだから、うん、思い切ってここトレードに出してあげて、うん、なんちゅうの、活性化、はい、移籍を活性化するためにチームのね、買い殺しを防ぐためにっていうところもあるんでね、はい、うん、そうですね、うん、ルール5的な、もし使わない、もう今年あんまり出る機会ないのであれば、うん、わちゃんね、いいんじゃないかな、いいんじゃないのかなって、まあ、皆さんはね、はい、だ皆さんの好きなチームの皆さんのこの人いいんじゃないのっていうのをね、はい、まあ、推薦選手教えてほしいですね。私たちもそれ見たら、あーってなるかもしれないですね。おー、いいねみたいなね、なるかもしれない。また勉強するんでね、はい、はい、ということで、はい、とりあえずは今年のね、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、総まとめでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。